バーサラビットマルウサゴンでーす。暗くてごめんね。島全体に高級車置いてみたー。久々の島全体企画。なぜ島全体企画しばらくやってなかったかと言いますと、以前赤ずきん企画で自分の島を島クリエイトしたんですよ。この辺なんですけど、この辺の島を壊したくないなーって普通の理由壊さないとできないから、あどうしようかなって悩んでる時に、なんと僕のチャンネルおなじみ優秀なメンバー様が島をお貸ししてくれるということで、この企画が実現しました。控えめに言って神様。ちなみに僕は脅してないですからね。うん、僕は心の優しい実況者。早速その島へ行きましょう。うわー、うわというわけで、視聴者であるラムネさんの島を本日はお借りして高級車を置いていこうと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ね、懐かしいな、こんなあ、そうですよね、故郷を感じる自分の島かのような安心感があるんだけど蘇りました、記憶。ウサゴンさん、だいぶ可愛くなりましたねってコメントが。可愛くなりましたね。女の子になったのどうします。佐世さんが本当はいたはずなんですけど、佐世さん安定の寝坊ということでね。島全体分の高級車がないと話にならないので、まずは高級車を買うお金を稼いでいくんですけども、これですね、高級車。こちらが高級車なんですけど、なんと1台30万円くらいするんですよ。お買い得お買い得そこそこ高いので、高い株が売られてる日をまずは探したいという感じですね。というわけで、視聴者の皆様、まずは高い株の日を出してきてください頑張れそう労働ですね。今日の株価は80のレベルでございます。私の今日の株価は60ミリでした。持ってる雑魚軍団じゃん。両方100円切ってるって資金提供ならいくらでも可能ですが、企画が台無しになってしまうので、おとなしく黙って見ておきますってコメントが。ありがとうございます。全然もらうじゃないですか。1億5000万ぐらい貯金があります。だってえぐすぎる。今回僕何もしないんじゃないか。だって高級車を置くのもラムネさんでしょ。そうですよ僕いらんやん今日大企業の社長さんだ。大企業の社長さんだ。稼ぎパート終了。お疲れ様です。なんか頑張ってる感ないな。株価も78ミリだし。私は63ミリでしたね一生ケーキじゃん僕らの島。どのくらい必要なんだっけ結局。ジョンさんがさっき教えてくれてたのは3億ベル以上とかって言ってますね。3億ベル足りてないじゃん。1億5000万ベルからっきしになるよね。ネギ塩からあげさんの手塩に集めたお金全部なくなりますけど大丈夫ですか。大丈夫ですって言ってる。多分引退する人だこの人。あつ森引退する人だ多分というわけで、新たなお手伝い、スノーさんが来てくれました。みおきです。もう寝たいです。あー、ザク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 。あー、ザク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 。ザク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 。この絵面やばすぎるんだけど。この絵面やばい。バカすぎるこれ。うひょー、壮観だぜ。とりあえず400万開けました。ありがとう。きつ、可愛い女の子が映ってた。男だけど。なんか言いました。女の子になりたい願望の人多すぎ事件。僕の視聴者。うん、佐藤さんもじゃないですか。僕も結構あるそれ。とりあえずこれぐらいにしときます。ありがとうスノーさん。よし、というわけで塩辛さんにもお金を渡して来てもらいました。クソどうした？ネギ塩唐揚げさんとスノーさんからお金をいただいたので、今からラムネさんに高級車を買って送るの作業を永遠と繰り返そうと思います。ここからが長いよね。頑張りましょう。あ、軽自動車出た。1台買ってきますねいらねー、紛れ込ましとく。軽自動車を探せってラムネの島名物、軽自動車を探せ。高級車の方が名物じゃなくて軽自動車が名物になってんの。価値が逆転してる。え、僕いくら持ってんの今。1億5000万持ってる僕。1億5000万持ってる僕。あれ？え？ジョンさん？一番持ってました、もしかして。僕一番金持ってたかもしれない。
もらう前からめちゃめちゃ金持ってたのかな。え、それ以前にもしかして送ってもらってたんじゃないですか、皆さんに。僕が自力で稼いだという選択肢ないっていうね。1500万だった、1500万だった、余裕で。びっくりした。まさかうさこさん桁数えられないですか。うるさいなあ、社長が。僕が理不尽なこと言うのを、あ、社長だって表現するのやめてください。みんな社長そんなことしないです。確かに全国の社長に謝らなきゃいけない。僕の人間性です。誰が人間性や。自分でそんな悲しくなりませんか。やめろよ、高級車一体買おう。僕の心を埋めてくれるのは高級車だけだ。やばい、まずい、思考が。金だけは裏切らない、人間は裏切る。これやばない。やばいですね。気づいてしまった。今回僕やることないかなって思って、楽かなって思ったけど、そんなことなかった、ね、そんなことないかもしれないね、これ。一生 ATM とにらめっこですよね。もう始めちゃいましたからね。僕らやるしかねえ。今回のメイン作業動画は ATM とにらめっこですね。一生 ATM イジイジしてる映像が続くだけのトーク動画です、今回は。2000万これもしかしてあっという間になくなる、余裕でなくなるかも。そうですね、放課分だもんね。70代しか買えないのか。え、この企画、え、やばいかもしれないですね。あれ、もしかして気づいた、僕らトラックを送っときました。いらねー。いらねー。トラックを探し始まりそうですね。あれ、ダークナイトから手紙来てる。おい、なんでカラメール送ってんだよ、ダークナイト。なんやね。単純に手紙くれてきた。どういう人で送ったのこれ。人生もっと大事に使えよ。2時間ぐらい高級車を我々買い続けまして、途中経過見ていこうかなという感じで、ラムネさんの島に遊びに来ました。どのくらい置かれてんだろうな。おー、あれ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 、まずいってこれ、まずいって、今までで一番まずいって。思った以上にまずそうですね。もう少し僕ら頑張りましょう。そうですね、頑張りましょう、頑張りましょう。やるしかねえんだ僕らは。そうだね、僕も結構3000、おい、フィジカル強えな今。追い出されたんだか僕、 ATM 動かそうとして。赤になった瞬間安っぽく見えるな、高級車。そうかな、かっこいいと思うけどな。黒と金が高級車感強すぎて。金逆に高級車感ないように見えるんですけど。白がなんか一番安っぽく見えた。人によって感じ方が全然違いますね。まあ僕車全然知らないからな。あ、私も全然知らないですね、車のこと。自分も知らないですね。知らない。なんで高級車並べてんだ僕ら。なんなら免許すら持ってませんから自分。とりあえずショベルカー1個ラムネさんの島に置いときますね。運転シリーズやめろ。ありがとうございます、嬉しいです、ショベルカー。嬉しいのかよ、いい人かよ。絶対いらないだろ。ショベルカーを探すやりましょうよ。探すまでもないと思うけどな。一瞬で見つかります、もしかして。ツイッターでバズりそうじゃない、なんか普通に島全体に高級車置いてみました、私より金持ちいる。それいいですね。私にかかればこんなもんよ的な。絶対企画かぶんないもんな。そうですよね。そういうゲームじゃないですもん。え、住民うさこんさんのお誕生日だって。そうだ、僕チャンネルの記念日に誕生日設定したんだ。あ、ブーケちゃんだ。え、うさリーナ会えてよかった、お散歩してしようよ、はぐれないようについてきてね。祝われるんだけど、誕生日だから祝われてる。いや、どこ住んでんだよお前。かわいそうなとこ住んでんだ。あ、キャビア、プースケ、ハッピーバースデー。あったけあったけ。ブーケちゃんごめん、ダセーよ服が。僕があげたやつだけど、ダセー。おー、うわー、ほらー、うわー、うわー、もっともっとやっちゃえって言われてる。お月もなんだか慣れてたじゃん。棒で叩くの慣れてるって言われてんだけど、僕なんか人叩いてるとか思われてないから大丈夫かな。よくやってます、もしかして。やってるかもしれない。いやー、すごいな、車こんなに並んでるといいっすね。車の良さに気づいてきた。いや、物が綺麗に整列してるの見るの結構好きなんで。島全体企画向いてますね、それは。今後とも、じゃあまた別の企画でよろしくお願いします。そう
うですね、あの今度はそちらの島にお邪魔しようかななんて。ああ、いやいやいや、僕が伺いますよ、ご足労をかけるわけには。いやいやいや、今回来ていただいてるんで私向かいますよ、そんなお気になさないでください。お互いそんなに嫌ならやらなければ。勝手な人気はクソだな。そうですね、クソかもしれないですね、働かない上司では。アサゴンさんは今何中ですか？いや、車一生買ってます僕。あ、働いてた。働いてないわけないだろ。この状況で働いてないわけないだろ。今絶望してるんですって。6時間ずっとこの作業して半分しか終わってないんですよ。本当に正直なこと言っていいですか？はいはい、まだ3分の1です多分。終わった。今までで一番きついよ。1792台必要です。足りないかもしれないですね。何を言ってるの1700。1時間ぐらいかけて僕40台買ったんだよ。何言ってんのマジで。本当に何言ってんの。その後メンバーからいただいた資金も底をつき、もう一度資金を稼ぐところから始めたウサゴン一行。しかし株を高く買い取ってくれるタヌキの店は一向に見つからず、時間だけが刻一刻と過ぎていった。やはり3億円分の家具を島全体に置くのは無謀な挑戦だったのか、誰しもが諦めかけた。その時、優秀なメンバー様からこのようなメッセージが来た。2億ないくらいですが、あらかじめやってたメンバーで集められたと思うんですけど、寄付した方がいいですか？他の人が寄付できるかはわからないですが、自分の6000万くらいは全て出せます。お金を寄付してくれたメンバーを中心に多くのメンバーの協力により作業は急速に進んだ。そして作業開始から16時間、ついに重すぎて、重すぎて全部処理しきれてないよ。うーわ、やば。全色コンプリートで、これ黒、金、赤、メタル、ホワイト、金、あれグリーンなくね？グリーンは右側にありますよ。おい、場所まとめとけや。あ、ショベルカーあった。ショベルカーを探すやってたんだ実際に。見つけましたか？あ、動いてる動いてる、ショベルカー動いてる。この島もう絶望的にどうしようもないよね。本当ですよ、何もできないです。これから何して集まり楽しむのっていう。売りさばく。やっぱ金持ちや。一応歩けるように通路置いてあるんですけど、結構高級車余ったんですよね。あ、そうです、そうです、そうです。なので、まあそこの通路に置いたら、一応高級車島全体には置けるので、許してほしいと。あ、高級車が。体から高級車が出てくる。いくらでも。本当に向きが大変でした、これ。あ、確かに。本当だ、向き全部揃えてる。几帳面だな。すごい細かいこだわりが。みんなこれはラムネさんの努力にぜひとも高評価お願いします。あと僕は努力してないけどチャンネル登録お願いします。